2代目車両初代車両及び車窓加号は福岡県大野城市が運行するコミュニティバスである。2003年3月1日、西日本鉄道が撤退した市東部と従前からの路線バス空白地域で運行を開始した。車両は市が保有し、運行は西鉄バス2日市が行っている。中畑、大津金、大城、東部の4路線が設定されている。 いずれも一方方向の海の循環路線で大城ルートは JR 大野城駅を始発終着とし他の路線はイオン大野城を始発終着としているイオン大野城から西鉄天神大牟田線か須が駅までは約350メートルの距離であるいずれも運行区域は鹿児島本線より北側の地域で鹿児島本線の南側では 西鉄バス二日市が主に西鉄天神ウォーム多線、下折駅を拠点として各地区へ運行している。の方向にのみ運行する。内の区間は一部の便のみ運行。専用車として六台を導入している。西鉄バス二日、資本車に所属する。全車ノンステップ仕様の三菱不装、エアロミディ ME で緑色地にイラストロゴを配した塗装。 なお、長らく6台フル稼働だったため、検査等の場合は、西鉄バス二日市の三菱不走ローダもしくは、名古屋市交通局より、中古導入した、三菱不走エアロミディ MJ が、中畑ルートの限定された運用で代走していた。2014年より2代目専用車として、日野、ポンチョを導入し、順次代替している。塗装は従来車と同じ。 ポンチョの導入に伴い、予備車だった、元名古屋市交通局のエアロミディ MJ は、運用離脱し、初代専用車の ME も順次運用離脱している。お知らせ、大野城市、コミュニティバス、窓かーでにモカのサービスを開始します。西日本鉄道、2013年3月21日閲覧。コミュニティバス、窓か5の見直し運行10月1日から、 はじめます広報、大野城2016年9月15日号、大野城市、P5。ありがとうございます。